んばんは。めっちゃ珍しい時間に配信始めてみた。久しぶり、このこれくらいの時間でやるの。こんばんは皆さん。さっきちほさんの TikTok 見てたよね。こんばんは。こんばんは皆さん。そう、今日は髪の毛巻いてもらいました。そう、研究生も髪の毛巻けるようになったから髪の毛を巻いてもらいました。今日は若干巻いてあります。この辺はちょっと自分で直しちゃったけど、今日は少し巻いております。ちょっと低いなって感じです。やばい、冷たい。絶対また冷え性手の先が冷たいです、いつも。今日は1億人にバズるのの放送日ですよ皆さん、覚えてますか？その子さん、何これ、何これ、生きがい生きがい掛け軸ありがとうございます。そんなのあるのね。ありがとう、嬉しいですけれどもありがとうございます。本当だ、今メール来たね。そう、5時半からショールームしますってメールが今来たわ。先生ラベルが決まる。そうよ、なんかあの前回の1億人バズれんの感じだとあれなんですよ、あのね、そう、あの各そのチームがあるじゃないですか。でその中で一員だった子が、まあ、ランウェイに行けるって感じで3グループやって、いちごとサッチーとナーミョンがランウェイに出ることになりました。あったんだけど、そうなって、それで各そのチーム、そのグループの2位だった子同士で今度はまたまあ何かするわけですよ。何かする、いろいろやるんですけど、それでもう一つの枠が決まります。そんな感じです、そんな感じです。てな感じでございます。ワク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 してってください。ワクワクだよね。リエも早く見たいです。今日の前々回の放送をねまだ見れてなくって、多分自分たちが出てるやつなんだけど、演技力のやつかな、演技力のやつがねまだ見れてないからちょっと早く見たいんですよ。今日配信終わったら見ようかなと思ってます。すごいよね、その普通に3期生が3期生3期研究生がその TGC のランウェイで披露、あのゆたりやつを披露できるってだけでももうすごい。何、どういう、何がきっかけ、何がきっかけとかね、どういう感じでさ3期研究生出ましょうかってなったんだろうね。本当にそこが私はとっても疑問ですけど。ね、でも楽しみです。こん
恋もどこか似ている気がする。みんなどの歌詞が好きですか？ゆったり雑の曲はどの歌詞の部分が一番好きですか？クマのパパさん、今日も美女がめっちゃ綺麗。嬉しい、ありがとう、嬉しいです。嬉しい。今日はメイクは自分、大体は自分なんですけど、髪の毛はやってもらいました。でも今日はメイク薄めですね、いつもより。ちょっと濃く見えるよね。でも濃く見えるんだけど、あ、でもいや撮った時は薄かったんですけど、家帰って濃くしました。配信する前に濃くしました。君に振られて咲いちゃう、急に可愛いの。なんかせっかくだから可愛い服着たいな。なんかこれちょっと可愛いけど、ちょっとシンプル、ちょっと可愛い服着たい、せっかくだし。でもここからいなくなるのがちょっと、席が女の子ばかりで新鮮で。確かにね、そうだよね、いつもね割と男性が多めだからね。確かに新鮮ですね、それは。そうなのよ、どんな感じなんだろう。あのランウェイなんて今まで生まれてきて一度も歩いたことがないので、ドキドキですね。あ、そうそうそう、バズるのね。そう、最終回はなんか視聴者さんのねリクエストに答えますみたいな企画をやるらしいので、アンケートぜひ皆さんなんかいろいろ書いてみてくださいね。岩手さん、バズるの最終回番組リクエスト、ものすごいことをアンケートに書き込んでしまった。何ですか、それが採用されたらどうするんですか、本当に。ちょっと変なこと書かないでくださいね。田中さん、デイチが生きがいですなって、本当に、それ他の子にも言ってるでしょそれ。あれって練習しないで嫌なの知ってましたっていうところが好きです。あ、冒頭のセリフの部分ですね。セリフはいいよね。練習しないでゆざりだとできるって知ってましたと聞いてマジかよと思って本当にね、練習次第でできるんですかね。ちなみにディアはちょっとまだ練習不足なのか、ゆったりだとまだできません。みんなそこが好きなの、ゆったりだと練習するとできるようになるってとこが好き。皆さんそこが好きなんですね、結構。恋もどこかが似ている気がする、こんなに一生懸命なのに、気持ちと何かが合ってない。茶色でも、まあ、でもなんか茶色でもいい気がしてきたけど、なんか茶色でもいいか、茶色でもいいよ。ひなのさん、お疲れ。一皆さん、可愛い服着てくださいだってね。ね、可愛い服着たいけど、なんかでも茶色でもいい気もしてきた。そう、可愛いレッスンシューズをね買いました、新しく。でもちょっとみんなに見せてもいいですか。可愛いレッスンシューズ、レッスンシューズ、あー、やばい、超ジャージなのバレちゃった。もう見せておこうかな、逆に。もう逆にジャージを見せていくスタイルでもよろしいですか。昨日新しくレッスンシューズを買ったんですけど、
可愛いの、でも可愛いけどちょっとお値段見えちゃう。ちょっとさ、アイドルの現実みたいなのみんな知ったらさ、ちょっと嫌になっちゃうかなと思ったから、お値段はじゃあ見せないようにしますね。ちょっとお値段なんだけど魔法のじいさん、初見でさ、こんにちは、はじめまして、 ST48 3期研究生の藤井理恵ですゆっくりしていってください。じゃあ紹介します。なんか新しいレッシュシューズ、じゃん、可愛くない？めっちゃリボンついてるの。じゃあのジャージ履いてるしさ、ジャージ履いた後に言うのは申し訳ないんだけど、今まであの学校で使ってたね、体育館シューズをレッシュシューズとして使ってたんですよ、ダンスの時にね。だけどついにね、穴が開いちゃって、めっちゃほつれてきちゃったし、穴も開いちゃって、さすがにそろそろ買い替えないとやばいって思って新しくレッシュシューズ買いました。ちょっとお値段は見せないようにしとくね。新しくしました、かわいい。なんかねリボンがついてるんです。紐のリボンなの。可愛くない？私ローラーシューズじゃない、ローラーシューズはもう履いてませんそう、新しくしました。ちょっとお値段見たらきっとみんなびっくりしちゃうと思う。安かったんです、すごい安かったとか言っちゃったでも可愛くって買っちゃいました。こういうなんかちょっとさ、新しいものってだけでもテンション上がるけど、可愛い靴だったら余計テンション上がるかなって思って、しかも中敷きまで可愛いので買いました。これを履いてレッスンに行くのが楽しみです。軽いし、そうリボン流行ってるよね本当に。ちょっと語ったらなんかちょっとここがね、ちょっとなんかちょっと実はレースみたいになってるんですよ。そこがカーチーポイントです。本当はなんか白もあって、なんか白の方がなんかレースの感じが出てて可愛かったんだけど、でもなんかあの黒しかなかった、なんか白はめっちゃ大きいサイズしか残ってなかったから黒にしました。多分紐がないってか、多分紐がリボンなんですよ。可愛いからかビッグマック何個分？え、ビッグマックっていくら？800円ぐらい？800円ぐらいだったらビッグマック4個分ぐらいそう、バージョンアップです。そう、めっちゃ可愛いでしょ。なんなら読むジャージでいいんじゃないか。いや本当に思った。でもせっかくなんかメイクしてるし、髪の毛も今日巻いていただいたのに、ちょっとなんかあのジャージでいいんかなってレイチバイク似合うかも。え、どういうこと？世界一赤ジャージが似合うね。ありがとう、それなんか褒めてるんかな、嬉しい、ありがとう角前さん、我が埼玉のクレアアイドル、これからも無理せず頑張っていこうね。ありがとうございます。名前とこうさんきちゃん、お目覚め1周年おめありがとう、本当に嬉しいです。1周年ね、無事迎えられました、嬉しいです2年目もよろしくねそう、めっちゃ安いでしょ。本当に、でちょっと買い物上手かもって思った。でも結構私買い物上手な自信あるよとか言って、ローラーシューズ2回しか履いてないのに買っちゃったけど、もうしかも軽いんで、めっちゃ軽いからダンスシューズにするのも良さそう。じゃあいいお買い物しましたいいですね、これはめちゃくちゃ良きお買い物です。そう、本当はね昨日ね紹介しようと思った、昨日お買い物を紹介してたじゃないですか、昨日紹介しようと思ったんだけど、なんか忘れてた。
でもこれをね、どこで買ったかっていうと、これはファッションセンター島村で買いました。これ島村で買いました。なんかちょっと島村に行き用事があって行ったんだけど、靴を見に行く予定じゃなかったんよ。だけど島村に行ったらめっちゃ可愛い靴が売ってて、え、可愛い。なんかレッシュシューズなんか別に、あの、私はあんま高いやつじゃなくていいかなって思ってるから、だから島村とかでいいかって思って見に行ったら可愛いのがあったっていう運命的な出会いでした。はい、一目惚れしましたね。可愛かった。めっちゃいい、ちょっとお気に入りです。庶民の味方島村ね。ね、なんか埼玉なんでしょう、島村ね。そう、めっちゃ良きです、本当に。これね。じゃりえね。でこの後に、そう、島村の後にね、そごうに行ったんですよ。でも島村のね、袋を持ってね、そごうに入るのはなんかちょっと恥ずかしいかったから、さすがにちょっとそれは恥ずかしいから、あの、まあ、ちゃんと自分のなんかマイバッグみたいなサイズに入れてったんですけど、そうです、そんな感じでした昨日は。そう、島村から、そう、島村からそごうのギャップね、本当にね。そう、島村からそごうに行ってきてって感じでした。いや、島村の袋持ちながらそごう行けたら結構メンタル強いと思いますよ。島村の袋を持って三越とか行ける、みんな。そごうもどちらかといえば庶民の味方やもん。本当に？なんかそごうって結構お高いものを売ってるイメージあった。結構ブランド品が、ブランド系多いイメージあったんですけど、そんなことないな。三越は無理せ、でしょ、三越無理でしょ。三越を島村の袋を持ったまんま入れるかって言ったら入れないよね。いや、私は絶対入れないよ。だって島村のこれをこうやって持ったまんま、ディオールの商品、ディオールとか絶対入れん。そんな感じです。ね、島村好きですけど、好きですよ、島村は大好きですよ。いつもお世話になってます本当に。はい、じゃあ早くレッスンに行くのが楽しみです。これで次のレッスンが楽しみになりました。私は今日水いっぱい飲まないといけないんだよね。少しは学生時代ずっとバイトしてたので自分としてはハードルが低い。あー、確かにそこでさ、バイトしてるとかになったら確かにハードル低くなっちゃいますよね。デパート地下しかよくない。デパ地下、デパ地下ってお惣菜とかよく売ってるよね。デパ地下のお惣菜のとこ通るとさ、なんか食べたくなっちゃう、美味しそうって思って。思うよね。ちょっとテロップなんか書こうかな。なんかしめじっていうねアプリでね、キーボードを可愛くできるんだけど、そう、それでしめじでリエはいつもキーボードを変えてるんですけど、そう、めっちゃ昨日ね可愛いキーボードを見つけて今愛用中です。ピンクのやつ、パソコンのやつみたい。なんかね、パソコンの ASMR みたいなやつがあって、
そうめっちゃいいんだよねそれが本当に。私はめっちゃ好きです。あとなんか買ったものあるかな、何か買ったもの。でも昨日ほとんど紹介したってなんでそんな YouTuber みたいなことをしてるんって感じだけど、そうですね、昨日は入浴剤を買って、入浴剤買って何したんだっけ。もう昨日買ったもの入浴剤しか覚えてない。でもなぜか昨日はなんかめっちゃいろいろ紹介した記憶があるんだけど、昨日の配信で私は。ビーチの子 ASMR 向いてる？向いてないよ、絶対向いてない。本当向いてますか？入浴剤、あそうそう入浴剤確かに。あ昨日使ったのはピンクのやつだったんだけど、めっちゃもう真っピンクでした。昨日使った入浴剤はこのハートのめっちゃピンクのやつでした。あれ使いました、ほんとすごかった。めっちゃお湯が真っピンクになりました。すごい甘い香りがした、なんかアリアナグランデが使ってそうな香水みたいなぐらい甘い香りがしました。本当にめっちゃ甘くって、こう近くで持ってったらうわっってなるぐらい甘い香りでした。アリアナグランデの香りは知ってる？アリアナグランデの香りは知らないです。アリアナグランデのお風呂の匂いは知らないですけど、じゃあなんとなくアリアナグランデが使ってそうな香水の匂いがした。好きな先輩の匂い？好きな先輩？好きな匂いの先輩？匂い？先輩の匂い？でもなんかあんま匂いそんなかん、そんななんか匂いきついっていうか香水の匂いとかする人あんまいない気がするけど、どうだろう。でもなんかいや、うん、そもそも香水っていうか匂いをさ感じるほどさあんま近くでさ何かすることがないからあれなんだけど、出る時めっちゃなんかいい匂いすると思って、でも大体そういうの引いたの匂いです。ユイナの匂いもめっちゃ分かりやすいって感じ。え先輩って別にまあみんないい匂いです。逆に違う匂い、そうじゃない匂いの人はいないから、みんないい匂いです。みんないい匂いですよ。本当にこれは。ミュウパ赤ちゃんの代わり？赤ちゃんの代わりじゃないよ。赤ちゃんの。そうね、みんないい香りしますね。でもリエ人生生まれてからね香水を多分つけたことがないんですよ。香水とかコレクションしてる人いるじゃないですか結構。だからそういうのちょっと憧れるんだけど。そう。でも
香水とかね、何がいいんだろう。もつけたことないし持ってないから、なんかフレグランス、なんかめっちゃなんかその香水とは違って、なんかあのその時だけいい匂いするみたいなやつは持ってるんだけど、こうか憧れます、そういうの。キンキラの入浴剤は全身キンキラになっちゃうよね、金運上がりそうで確かに確かに。でもめっちゃ本当になんかで、今までも結構キラキは結構なんかラメとかが結構体につきます。だから嫌な人は流してねって感じだけど、無理は黒ちゃん、黒ちゃんさんいい匂いした。え、いい匂いってか普通になんか、うん、でもえディエの中ディエが近くですれ違った時とか近くに行った時は普通になんか無臭だった。別になんか匂いとかしなかったです、普通の匂いでした。臭いとか臭いとかなかったし、で別にいい匂いとかもなくって、普通になんか無臭だった。無臭、クロちゃん無臭でしたね。うん、無臭でした。はい。嬉しいさ、リーチの声好きですなんて嬉しい、ありがとう本当に。リーチささやき配信めっちゃ ASMR みたいなやつね、楽しそう。ちょっとやってみたいよね、憧れるよね ASMR みたいな。なんか食べるやつ、食べる系のやつですか、それともこうやってガチャ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 ってやる系マルさん、島村の袋で銀座歩く、いやそれは本当に結構あのメンタル強いと思うそれはちょっとメンタル強いですね。それでもバイト、バイトってなんかあのみんなの過去のバイトの話を聞くのにめっちゃ好きで、本当にそうみんな結構いろんなバイトしてて、あいつも面白いなーって思ってる本当に ですね大ちゃんさん、今日のメイクと巻き髪最強かも、嬉しい、ありがとう。やっぱ巻いてもらったら可愛いです、巻いてもらいました。今日はじゃあやっぱ着替えよっかなって思ったけど、じゃあカラオケ行きたい、最近全然カラオケ行ってないからそろそろカラオケ行きたいですね。このさカラオケのやつでさあいみょんとか歌えたらいいのにね。ゆいにゃんがいろいろバイトしてるみたいな、え、そうなん？ひーちゃんじゃなくて、ゆいにゃん一つしか知らんわね。ゆいにゃんだってマック以外知らないんだけど。前髪なし専用カットみたいなのしたの、いやなんかあの結局前髪なしの方が好きな人もありの方が好きな人も半々だったじゃないですか。だからツーウェイバングにできるように、あつなんか前髪ありもなしもどっちもできるよみたいな前髪にしたかったから、だから そういう感じでお願いしますって言いました。だけど多分前髪ありにすることはほんと時々しかない気がする感じです。もうアーシャを前髪なしにしちゃったから、だから当分はもう前髪なしで過ごすつもりです。そんな感じ。
です。カラオケ清水さん、あ、なんかでもそんな話した気がする、なんかそんな話もした気がします。清水さんととりあえずもう TGC 終わったらもう遊びに行きたくって、だからあの清水さんとも TGC 終わったら遊びに行こうって話してるし、ミューポンとも TGC 終わったら遊びに行こうねって話してるし、サルピさんともあの可愛いカフェ行きましょうって話したから、なんかちょっと本当に遊びに行きたいですね、いろんなところ。そう、ちょっと統一あんまりありなしありなし繰り返すよりは割と統一した方がいいかなって自分も思ったので、そう、アーシャがなしで多分出るので、そう、それ以降はアーシャあんまり前髪ありにすることはないようにしようと思います。でも一応ツーウェイにはしてもらいました。そんな感じ。カラオケ行きたいんよ本当に。カラオケこのさカラオケ配信もさ、なんかあいみょんとか歌えたらいいのにね、あいみょんさんとか歌えたらいいのになーって。固まってんのかと思った、固まってなかった、自分が動いてないだけだった。明日楽しみにしてる、楽しみ、ありがとう。 DM も楽しみです、自分のアーシャが本当に。でもなんかもう本当アーシャってもうめっちゃ大事なんだなって思った。まあ大事でも自分の顔が変わるわけじゃないからそこは残念ですけど、でもそうアーシャって大事だなって本当に思いました。 DM1年間めっちゃ使われるよね、それがアーシャがめっちゃ使われることになるから本当に大事なのです。今日めっちゃ目乾燥する、なんかなんでだろう。いや自分の写り見れてないんですよ、だから分かんないの、どんなんかどんな写りなのか見れてなくて、あれなんだけど、そう、まあでも私もだから楽しみです。みんなと同じぐらいリエも楽しみだし、新しい制服も皆さん楽しみにしててください。確かに大事だよね、リーチもレストランのメニューの写真を見てきて、確かにね、そうだよね、やっぱそう思うと大事だよね、この参考の写真って。参考写真ってめっちゃ大事だわ、やっぱアーシャって一番大事な写真かもしれん、本当にね。確かにね、レストランのメニュー確かにそうじゃん、写真見て決めるね。そうだよね、何もわからない時はさ、とりあえず写真見て美味しそうなのにするもんね。めっちゃいい例え。確かにそうじゃん。そう、今日めっちゃ目カピカピするんよ、なんかね、めっちゃ今日ってかナチュラルなコンタクト入れたくって、だからコンタクトの人に、いやコンタクトのお店の人に、なんか超ナチュラルのやつ、あ、これはもちろん家帰ってきてから入れたやつですよ、ちゃんとお仕事行くときはつけてないんですけど、あのナチュラルのやつありますかって聞いて、でも全然ナチュラルじゃないのこれ、全然でかい、
もう黒目でかすぎ全然黒目でかいから。これまあナチュラルの基準は人によって違うからね、仕方ないだから TGC もさやるんかな、髪の毛アレンジできるんかね、きっとみんなで踊るとき、幽体離脱踊るときもアレンジできるんだろうなきっと。でも何にしよう、前髪なしは確定だけど、前髪ないけど、でも前髪ないのにツインテールとかやったらさ相当顔が整ってる人じゃないの。ディエね、あの韓国アイドルの方は前髪がない人が多いじゃないですか。でも前髪ないのにさポニーテールとかさ、それこそ遅れ毛出してなくてもポニーテールとかさ、ハーフツインだってツインテールだって三つ編みだって何したって似合うじゃないですか。でもそれはさもうとんでもなく顔が整ってるから似合うわけじゃん。だからリエみたいな、なんかもう普通の人が、絵みたいな普通の人が前髪なしでツインテールとか三つ編みなんかしたらもうなんか大事故になっちゃうから、本当にそれちゃんとね具をわきまえてチャレンジしないといけない。そういうことです。本当に思う、前髪なしでこんなところでツインテールできるのすごいと思う。さすがだと思います。本当にみんなサンリオ投票しましたか。リエは今日はポチャッコに投票したんですけど、後からポチャッコに投票してから、あそういえばキキガラと思い出しました。そのキキガラ大先生私の師匠なのに忘れてた投票するの。でもキキガラさんには投票してないです。明日はキキガラさんにしようと思います。ちょっと待って、水飲みたい。今日はいっぱい水を飲まないといけないんです。いっぱい水を飲みます。今日キキララ大先生師匠なの。師匠です、キキララ大先生。だってリエがあの本読んで、はあ、頑張ろうってなってるから師匠ですポンポンプリンしか勝たん。リエもポンポンプリン好きよ。なんかポンポンプリン最初めっちゃ好きだった。なんかやっぱああいう可愛いなんか犬っぽいキャラが好きなのかもしれない。理由は犬っぽい、ポンポンプリンって犬だよね。でもそういう系がきっと好きなんだろうなーって思いました。みさみさサムくんにそう、みさみさサム好きよね。なんかさサムのさアバターの人さなんか結構いるよね。サムさん、サムくんね。サムのシールリエもこの前買った。100均でサムのシール買ったわ前。サムね、サムは人気なんですか。それがわかるか。まだ待って、投票してません。本当に。じゃあキキララ大先生にお願いしますね。ちょっとポチャッコ好きなんだけど、でもポチャッコがね、なんでポチャッコが好きかってレイが飼ってる犬に似てるんですよ、ポチャッコがね。だから好きなのポチャッコが。ちょっとみんな待っててください。ちょっと見せてあげるから、ちょっとこ
よいしょ。わあ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 。これがうちにあるぼちゃっ子たちです。よいしょ。これはね、なんか春のやつ、去年の。春のやつ、本当に春のやつ、なんかわかんないけど、去年買ったやつ。どっちも去年買ったやつなんですけど。かわいい、これは。部活の後輩のことをお揃いにしました。かわちい。これは広島に来る前にめっちゃ仲良かった子とお揃いにしました。その子今日 X にあげた写真なんですけど、その子がマイメロ好きなんで、マイメロで D がぼちゃっ子好きなんでぼちゃっ子って買いました。かわちい。なんかちょっと黄ばんでる、なんかちょっと黄ばんでるくない、そういうデザインって感じです。これこのピンク、このピンクのぼちゃっ子めっちゃかわいいでしょ。前はねレッスンのカバンにつけてたんですけど、最近はもうつけてない、レッスンのカバン変えちゃったからつけてないんだけど、でなんといってもここが可愛いんですよ。ここがふさふさで可愛いんです。ちゃんとふさふさついてるのこれで。なんかリエの犬もね、あのなんか黒と白なんだけど、ここだけなんか白いんですよ、このトサカみたいな、ここだけ白くって、それがポチャッコと似てるなって思って、しかも耳もポチャッコとして黒いの、ちゃんとタカちゃん似てるなって思って、ポチャッコが好きなんですけど。でもキキララの本読んだら、キキララが好きになった。だからあのでもサンリオのね、あの本なんかサンリオキャラクターのあの本結構おすすめなので、皆さん読んでみてください。結構なんかいいこと書いてあるって感じなので、ぜひ暇があれば読んでみてください。おすすめです。ちょっとこの金具戻せなくなっちゃった。こういうことしてるとさ、部屋が荒れてっちゃうから、ちゃんと元の位置に立たさないと。痛い。カスコの口バッチに投票したかったのに3秒じゃなかった。でもさ、なんかリエでそれね、なんかあれ、そういえばちょっと待って、でも一旦ってちょっと待ってて、一旦ちょっと待っててください。こんばんは、こんばんは、ただいま戻ってきました。そうそうそう、もただいま戻りました。そして着替えてきた。そう、それでね、そうで、さっきの話なんだけど、なんかリーがねピューロランドに行った時に、なんかたまごっちがいて、待って、これ1個外れてる、あ、まあいいや、なんかたまごっちがいたんですよ。でなんかたまごっちとクチパッチがいてね、あの主人公の名前たまごっちでしたっけ、
わかんないけど、たまごっちと口パッチが言ったのね、いて、で、あの写真撮ったんですよ。で、だから、それを思い出して、あれだから D も、たまごっち系のキャラクターも、たまごっち系のキャラクターもなんかサンリオの投票にあるんかなって思って探したんだけどなくって、だからなんで D がサンリオピューロランド行った時はたまごっちがあったんだろうと思ったんだけど、なんかその写真ね、あ、シエコマメッチ、そう、マメッチと口パッチがいたんですよ。でマメッチと口パッチがいて、でその間にあのたまごっちのゲームのやつがあって、そこから顔出せるよみたいなやつだったのね。で D 写真撮ってて、でその写真を見返したんですよ。そういえば撮ったなーって思って、それそういえばカスミンが口パッチに似てるって言われてたなっていうねのを思い出しちゃった。リエもそう、だから同じことを思いました。そう、リエもそういえばカスミン口パッチに似てるって言われてたわーって思って。主人公マメッチっていうの、マメッチっていうんだっけ、マメッチなんか、いやいや X にあげてあげて、いやそれはもうカスミン自身、自分であげてください。自分であげたらきっとバズると思いますカチューシャ取ってきた。前髪なしにカチューシャってどんな感じなんだろう。初めての試み、ちょっと頭の先まで映らんのだけど、どうやってつけるのが正解なの。これちょっと正解が分からん、ちょ見えないし、ちょもっと高くしないといけないか。失礼しますね皆さん。よいしょ、あ、よく高すぎかな、さすがに。あ、でもこれぐらいがちょうどいいんか、やっぱり。そう、最近よく見るカチューシャ。あんまりこういう服持ってないのであれなんだけど、いいですね、かわいいです。耳が見える方がいいか、で耳が見えないと顔が膨張するんよね。でも、まあ、こんな感じでいいんじゃないですか。これもうごきげんようとかに変えたいわ、テロップよっくんさん、世間です。はじめまして。ST48 3期研究生の藤井理恵です。来てくれてありがとう。ゆっくりしてやってください。かすみん、口パッチのこと覚えてないので静かにしてあげて。あげてください。かすみん、口パッチのこと覚えてないん？いいな。忘れちゃう系ですか？そういう。サンリオの本確かパセリさんも、え、そうなんですか、本当に誰のキャラクターのやつ持ってるんだろう、嬉しいそう、サンリオの本めっちゃいいです、おすすめでございます。サンリオの、でもなんか本当に服の系統マジで変わったと思います。マジでとか言わんようにしよう、本当に変わったと思う。じゃ古着好きだったんですけど、古着全然、まあ全然じゃないけど、あんまり買わんくなったし、そう、あんまり買わなくなったよね古着って。なんかやっぱアイドルってやっぱ華やかに見えるとか清潔感大事だから難しいよね。自分の好きなファッションを着つつ、自分の好きなファッションを着つつ綺麗に清潔感のあって華やかに見せるって難しい、本当になーって思いました。そしたらだんだんね服の系統が変わってった。でも好きなんだけどね、好きなんですけど、全然どんなお洋服も好きです本当に。可
可愛いお洋服もかっこいいお洋服も何でも好きなんですけど、ね、そんな感じ。みんな今日夜ご飯何食べるんですか？何食べよう、リエ夜ご飯。冷蔵庫にお豆腐があるんだけどね、なんかいつもねお豆腐ってさ、なんか3パックみたいな感じで売られるじゃないですか、3つどんどんどんってなって売られるじゃん。だから1個使って2つはもうそれ以降全く使わなくって、で気づいたら賞味期限過ぎてるって、なんかもうあるあるすぎて本当にちょっと本当に悲しいです。お豆腐ねすぐ腐っちゃう。なんかでおでんのイメージ消えない。いやでもおでん、そうおでん本当に食べてました。めっちゃ冬はもうずっとおでん食べてたよね。もう普通に毎日のようにおでん食べてました。あの時は多分リエの体結構おでんでできてたと思う。でももうおでんなくなっちゃいましたね。おでん最近見かけない。もう売ってないんですかねおでんね。私が行くコンビニには売ってないのか、普通に売ってないのか分かんないんだけど、もうおでんは見なくなりました。でもさすがにもう春だからおでんは売ってないか。そうおでん食べたいです。あとお鍋はさ冬でも夏でも食べるからさ、おでんもさ冬でも夏でも食べてもよくない？と思いました。ももちゃんラブレターありがとう、ありがとう。コロスケさんハートありがとう。ミシェルボイスさんおにぎりありがとう。ヤシヤキさん結婚して。ダメだよ、部屋片付けてくれてないじゃんだって。ピンクのクマさん牛乳ありがとう。ノンタさんおにぎりありがとう。そうでもリエは木綿豆腐派の人間です。人間です。木綿豆腐が好きです、絹豆腐よりも。なんかね学校のね給食に出てた木綿豆腐がめっちゃ美味しくって本当に好きだった。なんかどういうメニューか思い出せないんだけど、なんかミートソースみたいなやつの中にあの木綿豆腐が入ってて、でもなんか学校の木綿豆腐って結構なんかしっかりしてたんですよ。硬いわけじゃないんだけど、お豆腐にしたら結構食感しっかりみたいな、食べ応えあるみたいな感じの硬さ柔らかさだったんですよ。でもそれが忘れられなくて私はいつも木綿豆腐買っちゃいます。でもそれと給食と同じぐらいの硬さの木綿豆腐に出会えないです、なかなか。私は木綿派です。みんな木綿派と絹派どっち派ですか？焼き豆腐って何？焼き豆腐ってあの周りが茶色いやつですか、油揚げみたいなやつかな。給食の麻婆豆腐は木綿、え、そう給食で出てくる、給食で出てくる豆腐はお豆腐はもう全部木綿でした。それが本当に美味しくて、今思ったら崩れにくくするために給食だから絹ってすぐ崩れちゃうじゃん、崩れにくくするために木綿だったんかなとか思った。あ、焼き目すき焼きに入ってる。あ、なるほど。確かに、あれも好き。でも、あんまり見かけないんだけど、リエは。私だけ？私だけなの？それは。
焼き豆腐あんまり見かけん気がする。定番じゃないだっけ、木綿かきぬかみたいなイメージあるから。あれなんか宮島に行きたいですね。急に宮島に行きたい。そう行きたいんだけど、行きたいなーって思ってます。前ね、そういえば宮島とか厳島神社ワンコ連れてきるっぽくって、なんかカートにね入れてればワンちゃんも中入れるみたいで、だからこの前はアメちゃんじゃない方のワンコをね連れてったんですよ、宮島まで。そうカートに入れて、そうめっちゃおとなしかった、本当に超いい子にしてくれてて、御朱印をねで集めてるから、で結構御朱印に並ぶんですよ、いつもいつもで御朱印並ぶんですけど、そう並んでる間はめっちゃおとなしくって、全然もう一回も入れなくって、もう本当にいい子って思って感動しました。そうそう鹿に、でもそう唯一ね鹿にめっちゃ反応してた。なんか鹿、なんかそのワンコはなんか鳥とか鳥が大好きなんですよ。鳥が大好きで、だから鳥を見つけるともうなんかクン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 言うんですよ、なんかわかる、なんかキュンキュン言うのワンコは。だから鳥がめっちゃ好きで、鳥とか見かけたら追いかけるんですよ、鳥を追いかけるの。空とか飛んでてもめっちゃダッシュして追いかけようとするんですよ。でそんな感じで鹿を見つけたらめっちゃキュンキュン鳴いて、そう鹿に吠えてた、鹿に吠えてて、で鹿を追いかけようとしてました。だから鹿がちょっとびっくりしてた、何なんだろう。でももう一匹の、もう一匹アメちゃんって言うんですけど、いやアメちゃんは別になんか他の動物鳥とか見かけても全然何も反応しないんだけど、でもそのもう一匹の子はね本当にめっちゃ反応するの、犬とか他の動物に、犬とかじゃない、鳥に。何なんだろうね、同じ犬種なのに全然違う。あ、それそうか。なおさん初見です、下の名前なんて読むの。下の名前はリエって読みます。藤井リエです。切りやすいのかなって、シンプルに切りやすい、そうなん。そうでも切れてるのか、切れてんのかな、多分興味があって泣いてるんだと思うんだけど、そうすごいね、鳥とかめっちゃ追いかけようとするが大変なの、いつも大変です。鳥見かけたら危ない、本当にいきなり走り出そうとするから、危ない。久々さん、木綿と絹ごしの違い知ってるって。え、絹ごしって何？木綿は絹ごしって絹豆腐か、普通に。木綿はなんか硬い、表面が硬いけどさ、でも絹は柔らかいイメージ、わかんない。それ以外の違いがわかんない。
あ、みさみさじゃないの？そうなの？なんでなんで？理由間違えちゃった？あ、本当だ。みさみさと同じアイコン。恥ずかしい。ごめんね。間違えちゃった。このアバター。あ、本当だ。壇上にみさみさが2人いる。もうこのアバターイコールみさみさって覚えちゃってたからさ、みさみさだと思ってた。じゃあさ、みさみささ、あれ私こんなコメントしてないのにって感じだよね。ほんとだ、熊根パパさん、ごめんごめんごめんと絹ごしの違いは分かりません。ウケるね。ナナさん自己紹介してほしい。はいはい。ST48 3期研究生の藤井理恵です。埼玉県出身の18歳です。あ、高校卒業しちゃったからもう何も言うことない。18歳です。来てくれてありがとうございます。ゆっくりしてってね。コメントもありがとう。トウモロコシさん、牛乳ありがとうございます。じゃちゃんと名前見よ。アバターで覚えてたから気をつけます。賞味期限切れそうなら冷凍するというね。本当にね、それママもよくやってるわ。ママちゃん、絹ごしを一回崩して固めたら木綿。あ、そうなんだ。そんな工程があったんですね。木綿は美味しいです。そうなんだね。じゃあ木綿の方が時間かかるんだね。大ちゃんさん、今日のビジュかっこいいってぐらい好きでさ、ありがとう。本当にめっちゃ褒めてくれますね。嬉しいです。でも今後は前髪ないですし、こんな感じだと思ってください。他の犬に吠えますか？いや、そんな吠えないんですよ。別に他の犬とかには吠えないです。他の犬に吠えるのはアメちゃんです。アメちゃんは昨日ママのことを、ママになんか自分が悪いんですよ。自分がね、買い物袋を漁ってたから、自分が悪いくせにママに怒られたら逆ギレしてママの指を噛んだんですよ。だからハウスに入れられてました、昨日アメちゃんは。でもちょっとビジュアかった。ハウスに入れられてるアメちゃんがちょっとビジュアくって、ちょっと出してあげたくなっちゃう。かわちいかったです、アメちゃん。そう、救急車に反応するのもアメちゃんなんですよね。もう一匹の方は全然反応しないんだけど、でも鳥には反応、鳥とシカとかの犬、あ、鳥とシカとか動物には反応するんですよ。何なんですかねこれはね。そう、犬が救急車に反応して吠えるのめっちゃ可愛くって、可愛いって言ったらあれかもだけど、可愛いなって私は思っちゃうから好きです。てな感じ。よいしょ。
じゃあそろそろ今日は配信終わりにしましょうかな、しましようかな。やばい、 ST48 どこの国?ST48 は日本です。日本で、そして瀬戸内です。はい、ではこんな感じで今日は配信をそろそろ終わりにしようと思います。ねえ、めっちゃいつもと全然違う時間で早い時間だったんですけど、ありがとうございました。はい、ジャパンですね、ゴリゴリジャパンですね。配信ありがとう、こちらこそありがとう。じゃあ男女見ます。それでは13位かずきさん、ありがとう。12位ピンクのくまさん、ありがとう。11位奈良西さん、ありがとう。10位みさみさん、ありがとう。9位大地田さん、ありがとう。8位なる先輩さん、ありがとう。7位ともくさん、ありがとう。6位のんたんさん、ありがとう。5位ぜなかむさん、ありがとう。4位うらべさん、ありがとう。3位ルパンさん、ありがとう。2位くまねぽぽさん、ありがとう。そして1位はももちゃんでした。イエイイエイイエイありがとうございました。ありがとう。お疲れ様でした。じゃあね、バイバーイ。ましょう。ありがとう。バイバーイ。あ。